皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンジロです。今日もね、セイコーマート最南端の店、星野さんにやってきました。今日はね、食べたかったね、セイコーマートのホットシェフなんと手に入れることができました。ホットシェフのね、牛しゃぶ丼です。これがね、新製品で発売されました。ですね、これは上りはね、セイコーマート橋本さんでもね見かけたんですけども、実際ね、品物は置いてませんでした。ここのね星野さんで今日あるかなと思ってね、モンジロ君と一緒にねやってきました。野菜がね、たくさん入っているということでね、野菜が 120g 以上ということで、あとね、何かこれタレがついてますね。520円で税込みでね、8% で持ち帰りだとね、561円になります。どんな味がするんだかね、楽しみです。今日はね、これから、ここはね、イートインコーナーがないので、自分の家にね、帰って食べたいと思います。でもね、ようやくね、手に入れることができました。空はね、台風の影響で、今にもね、雨が降り出しそうです。このね、オレンジの看板、セイコーマートの最南端のお店です。その他にもね、今日はいっぱいお品物を買いました。もう車の中ね、もうしまい込んじゃいました。このね、コーンポタージュスナック、これもね結構美味しいんですよ。あとね、塩ラーメン、これもね美味しいです。あとね、この京極のお店と、あ、お水ということでね、これも、名水です。このね、暑い時にね、この名水飲むとね、非常に喉がね、潤いまして美味しいです。今日はね、モンジロ君たちがね、会社に来てくれました。そしてね、一緒にね、買い物に来ました。でもね、本当楽しみですね、このね、牛しゃぶ丼。皆さんもね、ぜひ、お近くのね、セイコーマートありましたらばね、牛しゃぶ丼買ってみてください。ちょっとまだ食べてはいないんですけどね、どんな味なんだかね、楽しみです。もう今ね、4時過ぎということで車が結構多いですね。車が途切れません。フェニックスマークはとても素敵ですね。では皆さん、セイコーマート、星野さんより皆様に安心してお買い物を楽しんでいただけるようご協力をお願いいたします。